こんにちは、ケンケンです。私は今年の5月に三味線を始めた三味線の初心者です。今日は三味線に関して右も左もわからない私が三味線教室の門を叩くまでに行ってきた愛知の三味線職人さんのの話をします。愛知の三味線職人さんは私が三味線を習おうと思った時にまず予備知識として 三味線についていててろんなこととを勉強しようと思って行っ行た場所ですそこは今住んでる場所から2時間以上かけて新幹線で行った場所なんですけどいわゆる普通のお店じゃなくて屋敷みたいな日本家屋の中でお店をやっているという場所でした。わびさびと年季を感じる比較的古い建物だったとはいえめちゃくちゃ雰囲気があって訪問したのをすごく緊張した覚えがあります。 でそこの三味線職人さんのお家に行った時に30分くらいだけそこで稽古を受けることができたんですけどその後とに三味線選びに関しての知識を披露してくださる場面がありまして三味線の稽古を受けた場所とはちょっと移動した別のお部屋に連れて行ってもらってそこでいろんな種類の三味線をずらーっと並べて。 三味線とはどういう楽器であるのかとか三味線はどういう歴史をたどって今まで残ってきたものなのかとか私は完全に初心者だったのでほうほうなるほどって思っていろいろ話を聞いて満足はできたんですが話の最後に「では三味線を自分で選んでみてください」って言われて「あなたに合う三味線は触ったり実際に聞いてみたりすれば分かりますよ」みたいなことを言われて。 急にやってきたスピリチュアルこっちは三味線初心者で右も左も分からないため急にそんな目の前にある三味線を触って弾いてしかも弾けないし触って弾いてみたところでどれを選べばいいかなんて分かるはずもなくとりあえず一切何も触らないのは良くないかなと思ってとりあえずその場にあった三味線を一つずつ触って「ああなるほど」と「三味線にもいろいろあるんですね」 という無難なな返答をししておきましたなんか変に「あこの三味線からは素晴らしい音色を感じる」とか何もわからないのにそういうなんか木,木を触った時になんか自然の声が聞こえてくるみたいなそういうことを話すと逆に何かこいつ大丈夫かなって思われるかもしれなかったのでなるべく無難な回答をしてから触らせていただいてありがとうございましたと言って。 終わりりになりましたただせっかくいい体験をさせてもらったので何かちょっと言葉を残しておこうかなって思ってでその時相手の職人さんに言ったのが関東に戻って三味線教室を自分で選んで三味線を弾き始めてある程度三味線のことが分かってきたらまた必ず来ますと回答しておきました。ちなみに三味線に線関して右も左も わからない私なんですけれどもなんかちょっとでも気の利いた言葉を話したいと思って考えあぐねた結果何をちまよったのか「私は YouTube で三味線に関することを話すことで後世の人たちに三味線の良さを伝えていけるような人間になりたいです」とか言っちゃってなんかすごく無駄に大きすぎる目標を間違えて話してしまって「本心でもないのに俺は海賊王になる」 みたいなことを言ってしまってちょっと後悔してるけどそのことはきっと相手は忘れてるんじゃないかなと今でも願っていますそんなこんなではるばる愛知県まで行って三味線職人さんの家に行って話を聞いてきてから私は関東に戻って自分で三味線教室を選んで三味線を始めてみたわけです知識集めとしては結構気合いのいることをしたかなとは思ってるんですが あんまり中途半端な知識でいきなりそういうところに飛び込んでも触って実際に弾いてみればあなたに合う三味線が見つかるかもしれませんよとゆるスピリチュアル的なことを言われてしまう可能性がありますので皆さんは三味線に関して前事情をを集める時には気をつけてください私みたいに知ったかすることもできずかといって何も言わないのも申し訳ないと思って。 ルフィみたいなことを言ってしまうという心配がありますので。はいというわけで今日の話は以上になります。次回もまた三味線に関するお話を聞いていってくれる方がいたら嬉しいです。それではありがとうございました。バイバイ。